どうも、コブショーさん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、ウイスキーの飲み方についてお話ししていきたいなって思います。ウイスキーの飲み方。はい。ウイスキーの飲み方って何知ってますね。ウイスキーの飲み方って言ったらロック。あ、そうですね。ハイボール、ソーダ割り、まあ、そうですね。はい。ぐらいじゃないですか。そう、まあ結構皆さんが知ってるのってよくストレート。はい。も知ってますよね。で、ロックで、水割りハイボール。ハイボール今4つしか紹介してないんですけど、はい、実はウイスキーの飲み方って代表的なやつで言うと全部で9つある。そんなあるんですか。はい。まあそれを今日ね、皆さんに紹介していきたいなと思います。おー、よろしくお願いします。はい。まずストレートは多分すぐ分かると思います。分かります。はい。グラスにもうウイスキーだけ入れて、うん、飲むみたいな、うん、まああると思うんですけど、ね、ロック、まあグラスに氷を入れて、まあお店によって大体なんですけど、大体30ミリぐらい入れて、うん、出されるみたいな。そうですね。まあちみちみこうやって溶かしながら楽しんでいく、うん、バーとかで飲むイメージです。じゃあ水割りはいはい。水割りも意外と定義がありまして、まあグラスに氷を入れた状態でウイスキー30に対して水が、まあ、3対7ぐらいで入れる。3対7。はい。おお。まあ大体その3対7っていうのがその定義されている水割りの定義で、ハイボール、まあ、これは皆さんご存知だと思うんですけど、ハイボールっていうのはさっきの水がもう要は炭酸になってるので、はいはいはい、もうウイスキー30に対して炭酸が7。まあこれが多分皆さんがよく知ってる飲み方4つなんじゃないかな。まあ一般的にみんなが知ってるイメージですね。飲み方というと、まあここから紹介していくのはそれ以降の5つになるんですけど、はい、まずハーフロック。氷と、まあ、グラスに氷を入れた状態、はい、で、ウイスキー1に対して水が1、1対1の割合っていうのがハーフロック。で、次は、トワイスアップ。トワイスアップっていうのは、そうですね、ストレート 30ml に対して水を 30ml、 1対1であるのを。なるほど。トワイスアップ。で、もう一個が、はい、ウイスキーフロートっていうのに書かれる。グラスに氷を入れた状態で先に水を入れてウイスキーを入れるっていう。後にウイスキー入れる。はい。で、これで何が起きるかというと、ウイスキーが後に入れることによってウイスキーのが軽いので、そのまま保った状態、うん、なのでグラデーションとか境界線ができないんですよ。水とウイスキーが混ぜないの。重さが違うんでしょうね。そう、はい。で、そういうグラデーションを保つ飲み方。で、次にホットウイスキーっていうのがあるんですけど、はい、ウイスキーを温めるんじゃなくて、まずグラスを温めて、はい、そこに常温のウイスキーを入れて、はい、そこから、お湯で割るっていう。あ、これ結構皆さんちょっと勘違いですね。ウイスキー自体は温めないんです。温めない。で、最後ミストっていうのがあるんですけど、これは氷を砕いたものクラッシャーアイスって言うんですけど、はい、それをにウイスキーを入れて飲むっていう。へー、まあ、ちょっと結構おしゃれにクラッシャーアイスとかね入ってるものに対してウイスキーを足してみたいな。まあほぼロックに近いんですけど、ロックの氷がもっと粉々になってる。おー、全部9つもあったんですね。9つもある。あんま馴染みないですよね、日本。そう、ぜひこれあれですね、せっかくなんで、どっか次の動画ではこのミストとかウイスキーフロートを実践してリピートしたいですよ ね。見た目がいいってことは、そのこういう動画でもちょっと見てこうおっと思えるような、ね、ですね。で、家で試した後にまたちょっとこうそれでちょっとこうどっかそういうお店に行ってちょっとウイスキーフロートって頼んで、うん、心の準備をしておくとかでもいいですもんね。まあ実際にやっぱ場の雰囲気でやっぱじゃプロが作るとやっぱまた違うと思うので、ぜひね、今日この言葉を知ったと思うので、ぜひね、ウイスキーフロートとかイケてるバーに行ってみよう、はい、ハーフロックとかトワイスアップとか特にかっこいいと思うので、ぜひやってみてほしいなって思います。ありがとうございます。では今日はこんな感じですね。はい。実際のウイスキーの飲み方についての動画でした。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。